ドリーム戦6号艇の濱田有沙選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。勝率トップのモーターを手にしました。はい、はい、手応え感じることできましたか？そうですね、はい、エンジンの力をすごく感じます。はい、どんな時に感じますか？あの回った後のそこから伸びがすごいいいので、はい、追いつきますね。はい、モーター絶賛されてましたが、はい、もう前半後半ともにいい手応えでいけましたか？そうですね、はい、そう思います。乗り心地など操縦面はいかがですか？なんか試運転と展示はめちゃくちゃ乗りづらくて不安だったんですけど、本番いいので、はい、よし、よしです、はいはい、嬉しいですね。はい、嬉しいです、はいはい、もうあの直したいところなどはなさそうですかね？もう全部がいい、全部がいいんですけど、その初動が試運転と展示合わないのがちょっと気になるので、そこはちょっと微調整しようかなとは思ってます。はい、では今日もその乗り心地の面についてはちょっとレース行くまでドキドキな感じだったんですね。はい、そんな感じです、はい。はい、スタートなんですが、はい、今日は見え方いかがでしたか？そうですね、なんか早く行ってしまえばもう結構はい、あのフライングするぐらい早いスタートになっちゃうんで気をつけながら行ってます。はい、はい、やっぱりいい船足っていうのはそのあたり、そうですね、はい、それも、はい、あると思います。はい、はい、6号艇で登場となります。コースの確認をさせてください。はい、ロコースから行きます。はい、ピット離れ等はどうですか？は普通です。あ、そうなんですね。はい、分かりました。では最後にファンの皆様に意気込みを含めてメッセージをお願いします。はい、いいエンジン引けたのでエンジンの良さを引き出せるように一生懸命頑張ります。応援してください。